こんにちは。バロンズダイジェスト編集人の川田です。ここでは、米国の著名投資週刊誌、バロンズの日本語版、バロンズダイジェスト10月18日号の読みどころをご紹介します。さて、早速ですが、こんな感じですかね。あの、マーケット先週ですね。こういう感じですね。ここ、ここですね。 まあ、高値は9月2日、3580っていうのがありますが、3483です。<laughs> で、えっと、3週連続、えっと、先,先週はですね、す、え、べ、ー、て小幅ですが上がったんですね。まあ、ナスダックは0.8%ですけれども、SP は0.2%、ダウは0.1%です。これで週間ベースでナスダックは4週続伸なんですが、ダウと SP は3週連続です。で、上げております。 景気刺,刺激策をめぐる協議が停滞する中で、まあ、小売り上高、前熱費1.9%ですね。これが、あの、随分、あの、良かったというようなことが、一つ支え、下支えにはなったんですけども、まあ、相場後半はですね、先週後半は売られた格好になっております。で、えー、っと、カバーストーリーですけども、こういう感じです。えー、っと、ビッグマネー調査。これ、年に2回ですね。 えー、全米各地の資産運用マネージャーから回答をもらって、市場、経済、政治の動向を予想しております。今回の調査を要約すれば、ですね新型コロナウイルスのパンデミックは依然として収まっておらず、今後の景気は非常に不安だということなんですよね。そして大統領選挙を控えている、投資家は先を見通すのに苦労しているというところなんですが、これだけでは何のメッセージでもないですよねで今回はですね。 9月末が締め切りです。で回答者の54%は今後12ヶ月の米国株式の見通しに強気で3分の1は中立残りの13%は弱気と答えたというようなことなんですよね。こんな感じでこうグラフがたくさん出ておりますので、えー、ぜひご覧になっていただければと思います。あのでここれれが今言ったようなことそれからあの SP、の 今年年末と来年前半6月の高値、えー、あの数字で、バーチャートでどれくらいですかっていうようなことなんですよね。で、えーっとえまあ、それからね、いくつかこう44、44%が米国株は課,課題評価、課題に割高だとか言ってるとかですね、これはですね、えー、次の10年間、年率リターンはどれくらいですかとかですね。 こういうようなことをどん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 聞き取り調査していくんですよね。ああいう、your clients bullish, は、これ、職業マネージャーですから、お客様はどうですかっていうようなことに対して、えー、まあ、ニュートラルですって、それから、次の12ヶ月で、どんなことが一番のリスクですかコロナ、選挙、米国景気、コーポレート、企業業績の、まあ、 急減っていうんですかね。それから割高とか、まあそんな感じですね。それからディスクラ i b e カレントポートフォリ t p o r t f o あの、為替とですね、それからあなたの資産のアロケーションをお答えくださいということで、現在と、あの、こう、 為替は書いてないですねフォーキャステユー・アロケーション・エネ・スクス・マンツって書いてあるから、今、どんなエク,エクイティにこんだけ、それからエクイティを6ヶ月後にはこんだけ持つというようなことですよね。で、Which e セットクラス do you consider most attractive today? どの資産クラスが一番魅力的,的ですかっていうのは、まあまあ、株です。まあ、こんな感じでずっと続くわけですね。 Which major equity market will the months? equity in major market perform best in the next 12 months?、えー、どこの株式市場が今後12ヶ月で一番良好だと思いますかアメリカですっていうようなことですね。で、まあ、こんな感じ。今度は業種ですか。えー、Which industry will perform best in the next six months? 今後6ヶ月で一番良好なセクターはというと、まあ、情報技術っていうようなことですね。 で一番最悪はい引き続きエネルギー、一方、テクノロジーもあの、まあ、多分割高感、それから今まで突っ走ってきたということで,です、ねあの、こういう感じであのワーストパフォーマーの可能性があるよって答えてるっていうことですね。からあの次にどんな銘柄がということになると、まあ、いつも出てくる銘柄ですね。えーっと オーバーバリュード、もストオーバーバリュードされている銘柄はというと、テスラ、ズーム、スノー、ニコラ、アップルとなります。だから、一株利益、SP500 指数の一株利益はいくらですか今、160、今年は130いくつになるんですかで、来年がですね、160何ドル。これでも、えー、と1年前ほどに戻ったところですよね。 GDP が2019年のレベルに戻るのはいつですかっていったときに、まあ、来年です、再来年です、それ以降ですっていうようなことですね。で、まあ、こ,れここら辺が、ね、難しくて、えーと、10年後、10年歳の利回りは、1イヤーフラムナウ、1年後にはどれくらいになってますか、今0.7、えー、直近が0.749ですか。 で、0.749、えー、まあまあ、ここら辺変わらずっていうのが多いんですけども、まあ、こういうところまで行くっていうような人もいないことはないと。まあ、10年歳がゼロになるっていう人もいないこともないということですよね。で、為替。それから、でまあトラン、この、ここはどうですか。うん、トランプ。 こここですね Which would be best for a stock これはどっちの候補の方が株式市場にはいいですかって言ったときに、4分の3がトランプですっていうようなことを言ってるわけですね。で次に、誰がトランプに、誰があの大統領になりますかっていう質問もありまして、ここら辺はですね、えー、と確かあのトランプよりもバイデンの方が勝ってましたですね。えー、どこ行ったっけな。 まあそんななようなこ,とをずっとでこういうやつはですね、やっぱりあのどうしてもあの会社としてのアンケートになりますし、自分のファンドとの絡みもありますから、セクター、どっちがいいかとかですね、それからどっちの、どのセクターがいいかっていうのはですね、あのどうしてもなんかこう、 優等生的それから自分の仕事に引きずられた答えになりますから、あんまり参考にはならないんですけど、まあ、とりあえずこういうのを眺めておくっていうことじゃないですかね。それからですね、えー、っと、こで過去、私ですね、2回ぐらい、えー、これ、今回の企画の前に眺めてみたんですけども、昨年の秋とですね、えー、10月28日、それから今年の4月の2 0日、 えっと8日だっけな、えー、の2回見てみましたですけども、前回、2回はどちらもトランプが優位で、トランプのことをね、評価はしてたんですよね。ところが、今回はバイデンさんが大統領になるという確率の方が勝ってたということになります。そんなようなところかな。まあ、とりあえず、これたくさんグラフがあるんで、まああの、見てて楽しいかなと思います。で、えー、次が2番目が、フィーチャーです。 話題の電気自動車とスパック特別買収目的会社について語っております2020年のマーケット今年のマーケットで電気自動車とスパックほど加熱している分野はないということなんですよね注目の2社ニコラとハイリオンホールディングスがスパックを通じて株式を公開して一時株価急増しましたしかし近い将来少なくとも6社6件の電気自動車とスパックの合併が 予定されておりますということで、こういう銘柄が出てきてるんですよね。記事では、すでに上場した。この2社を含めて、8社の電気自動車及び電気自動車関連企業の見通し。バリエーションを比較しております。これ、注目度は高いんですけども、我々投資家には注意,注意が必要だということなんです。これらの企業が公表している将来予想は、総じて、総じて、というか、もう全部超強気なんですよね。スパックの合併書類には？ もうはるかはるか2028年の売り上げだとか利益の予想が記載されてい,るけいますが当然これらがその通りに進むということはないと考えるのが当然なんですよね。でそもそもですね電気自動車市場が実際のどれほどの規模になるのかとそれについての全くそのコンセンサスとかですね権威あるところからの、まあ、公表というのはないので、えーまあ、そういう意味で彼らが自分で発表するその 業績の見取り図っていうんですか、えー、マップにはですね、大きな、まあ、あの疑問というか、あの相当割り引いて考える必要があるということです。これ、私があ,のあるコンファレンスに出た時にもらったチャートなんですけども、これが1900何年かなこれ、これ1年ごとです、SPAC の公開はですね、もうずいぶん年あの,今年あの流行ですこの、こんな感じで。 これが社数100何件になってるんですかね。ということです。それから3番がです、ねえー、メジャー、決算で終わった銀行セクターについてです。投資銀行がコロナウイルスまん延化を予想に収益を拡大していると。まあ、これは、ね、FRB による金融緩和を追い風に債券や株式の仲介業務が公表だったということなんですね。で 改めてウォール街とこういう実体,業界実体経済との乖離が浮き彫りになったということなんですけれども、まあ、この中であの悪くあの見通しとしては、あのモルガン・スタンレーのことを評価してましたですね、ここはやっぱりいち早く資産運用業務というところに傾注していて、そこが、まあ、今、苦しんでるけども、実を結ぶかもしれないという期待感で高く評価してましたですね。 これが私が新聞から取ってきたんですけども、これ、ニー・シーム、銀行、もともと銀行が5社ですか、あと投資銀行系が2社ですか、4社か、商業銀行系はですね、ということです。それから4番はですね、イベイ、イベイが基本に立ち返るというような記事なんですあの。新型コロナウイルスのパンデミックによって、 アマゾンだとかショッピファイなどの電子商取引銘柄がに注目が集まってますということなんですが、その中で eBay が取り残されているということで株価はですね、まあ、そうは言っても年初来55%ぐらい上が,上がってまして、悪くはないんですけども、他の電子商取引、e コマースの例えば、ショッピファイだとかですね、えー、212%、Wayfair。ウェイフェア それからエッジここら辺がですね、爆投しているわけで、それに比べて見劣りするということなんですよね。で、まあ、あの株価収益率,収益率はその、eBay は15倍,15倍なんですけど、アマゾンは81倍、Shopify は473、473倍ですね。 で、まあ、株価収益率じゃなくて、えー、株価、えー、売上高比率ですか。かこういうものでしか評価できないところまで他他の銘柄はをっている中で、まあ、eBay はおとなしいということなんです。でですね、この4月にですね、CEO に就任したあジェイミー・イアン・ノーネというんですか、この人がですね、 主導する構造改革に焦点を当てまして、えーまあ、あの彼らにとって戦略部門でないところ、まあ、2000これは2015年に PayPal を分離した、それからですね今年に入ってチケットの購入、売却、交換サイトである,あるスターハブを、えー、40億ドルと言いますか、4千数百億円で売却するなど、事業のスリム化を進めているということなんですよね。それから競合他社が扱わない えっと例えば前のシーズンの医療品だとか中古だとかヴィンテージものこれらのオークション事業に焦点を当てるなど、まあ基本に立ち返って成長を取り戻,りりり戻そうとして、それがあ徐々に影響あの効果が出てるっていうような記事です。まあこういうところ買っておくといいんですかね。あと五番のこの記事私今回は注目だと思っておりますが、スティーブンミルノブッ ビッチっていう人ですこの人はですね、もともとモルガンスタンデーで名を馳せたのかな。えー、っとこの、えー、IT バブルの頃には、モルスターからこのメルリンチにいたんですね。この時にあのスティーブン・ミルノ・ビッチっていうこの人の名前が随分取り立たされたのをよく覚えています。その後、UBS にいて、今はウルフ・リサーチですか。その彼のとのインタビュー記事なんですよね。 まあ、電動入りアナリストということになっております。というのは、インスティテューショナルインベスターという雑誌のアナリストランキングで,です、ねあの、ずいぶん評価が高くて、それで電動入りしているということなんですよね。で、その彼がですね、現在のハイテク相場について語っているということで、まあ一言、彼によればですね、現在はですね、99年のインター,ンターネットバブルと似ていると、バリエーションが極端な水準で、デイトレーダーや それからスパックこれがです、ね、話題になるなど、過剰な熱気が起きているという、それがその兆候だということなんですよね。しかし一方で、巨大プラットフォーム企業の今後の見通しについては楽観的、それからドキホの懸念はあるものの、今後 3, 3年から5年はです、ね、これらプラットフォーマーは2桁,の2桁台の成長をまあ続けるということを言っているんですよね。それから 注目セクターとしてはですね、注目セクターというか、注目テクノロジーとしてはですね、物、えー、のインターネット、IoT ですね、AI、それから自動走行車、まあ、ここら辺はなんかどこでも聞くようなことなんですけどね、で、銘柄としてはですね、Shopify だとか NVIDIA、ServiceNow、PayPal Holdings、これらに注目しているというような内容でした。 でえっと、あと一つね、このいくつかねこれ、えっと、気になったところですね、注目、何が成長の限界になりうるかとかいうのは、ですねやっぱりあのどんな巨大テクノロジートップ企業も、時とともに、時間の経過とと,ともに、没落する傾向があるということで、例えば IBM、まあ、マイクロソフトはそうじゃなかったんですけども、他にもまあいくつか挙げておりましたですね。 でそれからですね、ドッキングの問題については、あのむしろやっぱり消費者の利益を損なうんじゃないかということで、これを規制するということには彼はそんなにあのまあ規制されるということにはその賛成ではないというようなことなんですよね。から米中問題の悪化についてという下りの中で気になったのはやっぱり台湾セミコン。 TSMC がまあ世界で最も重要なハイテク企業になったとっいうようなことを言ってますですね。で、一方でインテルは、社内的にもしくは事業構造的にまあ問題を抱えてるというようなことなんですよね。それから、バイデンさん勝利に備え始めたウォール街、まあこれはですね、えー、っと今後、バイデンになるかもしれないから注意をしておいた方がいいよというような記事です。 それから7番、これはですね、株式市場のおさらいなので、えー、私が冒頭言ったようなことに加えて、いくつか、まあ、相場を見るポイントを言ってますけど、セクターローテーションのことを言ってましたですね、つまり、えー、ある時はあ情報技術に焦点が当たり、ある時は資本材、それからあの素材、えー、こういうところにも、まあ、焦点が当たっていると、ここら辺がですね、選挙を挟んだですね、投資家の気まい気分を表しているんではないかということです。 それから、これ iPhone の記事なんですけども、えー、と先日発表された iPhone12 がアップルに与える影響を考察していますということなんです。iPhone12 は次世代通信規格の 5G に対応した初のアップル製品ですが、同社にとって期待も大きいけども、現状ではですね、5G への期待は片透,しになる片透かしになる可能性が高いという,ということなんですよねその中身としてですね。 えー、従来の通信規格に比べて 5G は信号,信号の伝送のタイムラグが非常に小さいという特徴はあるけども速度は LTE、ロングタームエボリューションでしたっけこれにですね、やや劣るだけで場合によっては大して変わらない可能性が高いと、まあ、ここのところを指摘しておりますそれから超高速の 5G を実現するにはミリ波ネットワークが必要となるけども まあ現状で可能なのはオフィス街だとかスタジアムそれから学校のキャンパスといった限られた環境になるということなんですよね。でしかしコロナの影響でのペントアップディマンド買い替え繰り越し需要ですか、まあ、あの買,いた買い替えたかったのに買い替えられないとかですね、まあ、いろんな制約があって、えーまあ、買い替えられなかった人が一気に買い替えるそういうペントアップディマンドが大きいっていうのことなんですよね。 まあそこら辺をですね、まあ、ここら辺は私より詳しい人がいっぱいいるので、そういう方に語ってもらいましょうということなんですよね、私,と私から見ますと。で、これ9番はですね、えー、最近何度かあの報道してますですね。えー、っと、ファンドということで、モルスターがイートン・バンスを7000億円ぐらいでしたっけ。 これで買収を公表しましまた発表しましたので、それによって、両社の商品ラインナップ、これの重複するところが出てきますから、これどうなるんだろうというようなことを考察した記事です。ここはやっぱり日本にいるあの両社の社員もですねそれから あお客様もですねやっぱ影響の出てくるところではないかと思いますまあ、ただ会社側モルガンスターンではですねこの合併に関してはですねファンドの統合や生産といった方向で大きな変化は見られないとかって言って,言ってるんですけど具体的にはですね一言も言わないそうですで、やっぱりあの面倒くさいのはやっぱ顧客なんですよね今までこの方針で というあの機関投資家も含めて個人投資家もそうなんですけども、こういうことに、こういう運用方針でやってほしいということで預けたお金がですねなくなるとか、ですね運用方針が変更されるとか、そういうようなことがどんどんこれから出てきますんで、あのそこら辺んが、まあ、不都合ですよね。で、この中でですね後半記事の後半で、えー、っとイートン・バウンスの投資家にとっての最大の問題はということで、ですねあのこう言ってるんですよね。 人気のない投資戦略のファンドについてだろうと、でイートン・バンスの子会社であるアトランタ・キャピタルは、運用資産額9億ドル、1000億ぐらいですかね、1000億円ぐらいのイートン・バスンス・アトランタ・キャピタル・セレクト株式ファンドそ、それとですね、1兆数千億ある,あるです、ね、イートン・バンス・アトランタ・キャピタル・中古型ファンドの運用しているけども、これら2つともパフォーマンスがあんまり良くないって言うんですよね。一方でですね、 オルガン・スタンレイのディスカバリーファンドはですね、運用資産額が4000億円ぐらいですけども、ずいぶんいいと。ここら辺ちょっと見てみようかと思ってるんですけどね、これがイートン・バンス・アトランタ・キャピタル、えーこれファン、セレクトファンドですか。このファンドはこのブルーですね。これがあのファンドの基準価格の推移ですね。これが2011年ぐらいから。で、これがインデックス。で、これがこのカテゴリーに属するファンドの 運用パフォーマンスの、まあ、平均ですか。そうすると、よう負けてるんですよねあの。要はダメファンドなんですよね。で、何持ってんのって言ったらですね、こ,うこんな感じの、ポートフォリオ・ウェイトこれ、これ、ビザとかこうありますけども、やっぱりプラットフォームは持ってないからですかね。大したことないんですよね。で、やっぱりこの有料株買うというから、PR がそんなに。 高くないんですこれちょっと欠けてますけど、22倍とか18倍とか、まあ、今の環境ですと割,割安銘柄になるのかもしれませんですね。こういうやつでやってるんでダメと。それからこれ、中古型ファンドなんですけども、これもですね、まあ、ここへ来て少し負けてるいうことなんです。インデックスにやっぱり勝てないですよね。これがまあ普通です。でも何持ってんのって僕の知らない銘柄ばっかしでもないんですけども、 ここういうういい銘柄買ってて負けてるということです。まあ、これファンド買わされた方がはたまったもんじゃないですけども、実際にやっぱりこれ、イートン・バーンスの商品の中でこういうことが起きてると。で、一方ですね、モルガン・スタンレーは最近随、ずいぶんなんかこう、勢いがあると言います,ですかね、このファンド、えっと、この先ほど申し上げたモルガン・スタンレー、えー、ディスカバリーファンド、これがですね、ぐんとパフォーマンスがいいんですよね。 これは日本では売ってないんですけども、日本ではなんかグローバルファンドで随分最近、成績がいいのか、お金がうまく集まったのか知りませんが、あのー、日,本で日本の運用業界ではですね、モルガン・スタンレーが気を吐いているということらしいです。でこれはすみません、アメリカの話なんですけども、2010年ぐらいからずっとこう負けてたのに、負けてたのに、今年に入ってグッと来てると。こういうのはなんかおかしいですよねって、なんか運用方針変えたのかなというようなことを このあれです、ね、コロナの頃から買えたのかもしれませんね。何持ってるのかというと、このショッピファイ、スポッティファイ、ズームビデオ、クーパー、スクエア、ビーバー、トゥイデオ、まあ、こんな感じがですね、ドドドドドドドと、で、先ほど言った PER もですね、もう利益出てない銘柄までガンガン買ってるというようなことでですね、パフォーマンスが爆頭、超いいということが起こっております。で、これがですね、モルガン・スタンデーのファンド、あの モーニングスターの,あのウェブサイトで見たんですけども、まあ、これはですね、運用チームの人が、えー、のメンバーの名前、それからこのメンバー各人がですね、このファンドをどれくらい買ってるか、1ミリオンって言いますから、1億円は自分の資産をこのファンドに突っ込んでますよね。 この人は 1000, 1000万から5000万ぐらいを突っ込んでいるというようなことをこう開示しているわけですよね。まあ、それだけ自分の運用するファンドに対してコミットしているというようなことだろうと思います。でどうですか、これ運用チームはです、ね、平均16年ぐらい、つまりこうでないとやっぱ運用はできないんじゃないかと思うんです。まあ、よやっぱよく言われますように日本のサラリーマン組織の中では まあ結局、こういう運用業は成り立たないということは分かってるんだけど、やっぱりやめられないんですよね。まあ、今でも専門職とかいうことであの取ってあの採用してあの、その人に運用させてる場合もあるらしいんですけども、いやー、その人はかその社,社内で立場が強いわけでも、発言権があるわけでもなく、まあ、要は雇われ職人として、 あのそのファンド運用を任されてるだけではないかと思うんですよね。まあまあそんなことを言い出すとまたきりがないのでやめましてもう最後10番これはですね経済スケジュールのコラムの欄に出てたんですけどもあのシェブロンとエクソンモービルの合併提案をしているアナリストがいるということなんです。数週間前に、えー、シェブロンの時価総額が 1420億ドルって言いますから15億、えー、15兆円ぐらいですか、一時的に、まあ、エクソンモビルを抜いた、こういうことが起こった、まあ、直近ちょっと見てないんですけども、ちなみにエクソンモビルは、ですね、えー、2020年年初にはです、ね、3000億ドルって言いますから兆30円、30兆円超あったわけですよね、それがまあ半分ぐらいになった、これ、驚くべきことですよね。 でサンキーリサーチのポール・サンキー氏はということで、下りで書いてるんですけども、まあこう、この2つが合併すれば、ですね、まあ、コスト削減になるとか、ですね、まあ、いろいろ統合策のメリットを言ってるんですけども、まあ、要は、えー、コスト削減、それから資産整理でですね、えー、経営スリム化、こういうことが常時起こるのがアメリカなんですけど、これ、大胆ですよね。でこ,のこの両者 こう書いてますがここは後で、見てていいただいてで,す、ね、でこの私がネットでググってるとこの、この2つ、セブンシスターズとかって言われるじゃないですか、国際メジャー。これが1910年から60年代まで、エクソンとモービル、それから、えー、シェブロンの前身はそうからですか。で、これがこうなってこうなってると。エクソンも今に至ると。まあ、これがこういう感じでですね、あのう,うまく書いてあるんですけどね。 いずれにしてもです、ね、どんどこどんどこ、やっぱり代替エネルギー、それから世界中の ESG、環境保全の動きの高まりによって、環境意識の高まりによって、ですねこういう伝統型の化石燃料企業は、まあ、窮地に追い,追いられているということで、あの世界一の時価総額が誇ったエクソンも、今やその15兆円と言いますから、 あの普通のハイテク大手になって、の時価総額相当になっているということです。まあ、以上です。えー、長くはやらないと決めておりますので、えー、っと、今日は、今回はここら辺にしておきたいと思います。あの私はですね、今回はですね、このスティーブン・ミルノビッチさんの、これ、この記事をね、えー、じっくり読んでいただくと面白いと思,思います。彼はこのの中で,です、ね、あの時は IT バブルの時はですね割高なのは全員分かってたと、しかし、あの時に、例えばそこのはその時の流行りのヤフーだとかアメリカンオンラインですかね、ああいう銘柄に乗らなければ、そのパフォーマンスが出ない、パフォーマンスが出なければ、自分の立場が危ういところだったというファンドマネージャーがたくさんいる、そしてそれを推奨し,てしないと、その職を かその職が脅かされるという。また、セルサイドアナリストだとかですね。ストラテジストもまた多かったということをあの実解しております。まあ、それが事実なんですよね。私はちょうどあの、えー、と外資系証券の東京でですね。米国株式をあの推奨してたんですけども、まあ、相手が機関投資家の方々ばっかし、というかが多かったので、どうしてもアセット・アロケーションに引きずられてですね。ハイテクの。 そんなに美味しいところはあのたくさん食べてない、一方、IT バブル弾けた後もですね傷はそれほどあの IT ばっかしの人よりは軽かったんではないかと記憶しております、で昔やっぱり、あの今、もうあのマーケットで活躍している高名なその当時のファンドマネージャーも、ですねどうしても下せないと。 誰がこれに対する答えを見つけてくれないだろうかというようなことで、ですね何が起こっているのかを解説してくれないだろうかということで、ですね私はまあ何人かの方をその方に紹介した覚えがあります。それと同じようなことがまた今起こっているのか、今回はまた実態のある <laughs> バブルなのか、そこら辺は分かりませんが、あのー、まあ記事をじっ読んでじっくり自分でも考えていただければと思います。 はい、それでは今日はこれにて失礼します。ありがとうございました。